体力持ってかれるみたいなあれはないんだよね。イオン様、邪魔をしないで。アリエッタ、僕は。イオン様、アリエッタなんかにお話しすることないんです。アニス、知らなくていいことだってあるんだから。ティア、これ以上自分を犠牲にするな。そこまでする価値があるのか。教官、私は兄の極論にはついていけません。それを止めることができない自分も歯がゆいけど、止めようともしないあなたも軽蔑します。ではもう私も容赦すまい。閣下の敵は殲滅する。お姫様は城でおとなしくしていたらどうだ。私を侮辱しないで。私には父の代わりに全てを見届ける義務があるのです。父ね、どちらにしても相入れないなら力ずくで止めるしかねえな。分かれるのか。え、あ、二人同時か、三人同時か。アルタロスで縛る。もしできなかった。一人一人全員かな。全員とりあえず。ことが多い。多い。ああ。ただ、私もしくじります。殺しておけばよい。
今の戦闘で雪崩が。不可。ダメだ、間に合わない。レイ君、しっかりしなさい。夢か。助かったのか。俺たちのいた場所はちょうど真下に足場があったんだ。それでなんとか。ってことは六人称の3人は。アリエッタたちは谷に落ちちゃったみたい。大丈夫。どちらにしても教官は倒さなければならない敵だったんだし。それより見て、パッセージリングの入り口があるわ。こんな偶然。本当だ、こんなところに。ある意味雪崩に巻き込まれて幸いだったということですか。ではここを解放しますね。イオン様、今の雪崩でお体が。大丈夫、任せてください。ここで最後ですから。頼む。あれで終わりとも思えないしな。てかあっさり倒せすぎた。イオン様。大丈夫、あと少しですから。分かった、行こう。全部一緒なんだね。だからなんか全然。ファイヤー。おい。ティア、大丈夫か？教官のことなら大丈夫。それだけじゃないよ、正気が。忘れたの？やれることをやるしかないのよ。さあ、ルーク。あとは全てのセフィロトをアブソーブとラジエイトのゲートへ連結してください。アブソーブゲートになってたら、分かった。よし、できた。これであとは2つのゲートのセフィロトを起動すれば全部のセフィロトがつながるね。まさか俺しくじったのか。やられた。どうしたの？何が起きたの？アブソーブゲートのセフィロトからセルパーティクルが逆流しています。連結した全セフィロトの力を利用して視覚を活性化させているんです。そんなことができるのはパッセージリングを操作できるやつだけ。兄さん、でもどうしてセルパーティクルを逆流させたら。
兄さんのいるアブソーブゲートのセフィロトツリーも逆転してゲートのあるツフト諸島ごと崩落するわ。いえ、今は私たちによって各地のセフィロトの力がアブソーブゲートに流入しています。その余剰を使ってセフィロトを逆流させているのでしょう。むしろ落ちるならアブソーブゲート以外の大陸だ。冗談じゃないぞ。ねえ、近くはタルタロスで振動を中和してるんでしょ。活性化なんてしたらタルタロスが壊れますわ。くそ、先生を止めないと。総長を止める前にイオン様を街で休ませるのも忘れないでよ。すみません。謝るなって。大体イオンは体を張って俺たちを助けてくれた。ちゃんと休ませてやるべきなのはルークだって分かってるだろ。ああ、ごめんなイオン。もう少し辛抱してくれ。はい、お願いします。ということはもうここからここで何もやることはないってこと。どっちだ。抵抗しない。みんなよ。
ゃあ、敵弾の忘れ。
もみんなもどうして兄さんのバカな理想を信じるの？それぞれに思惑があるんだろう。俺にはわかる気がする。ガイ、どうしてですの？俺はずっと公爵たちに復讐するためバンと協力する約束をしていた。どこかで違う道を選んでいたら俺は六人称側にいたかもしれない。ガイ、バン先生の目指す世界の姿を知ってもか？それでホドが復活するなら、たとえレプリカでも、仲間や家族が復活するなら、それもいい。ガイ！と考えたかもしれない。今だって、正直なところ何が正しいのかはわからないさ。そうだよな。ガイは故郷を失ったんだったな。六人称はそれぞれこの世界を全て消滅させてまで叶えたい思いがあって、それがバンの理想と一致しているのでしょう。俺たちと先生、目的は同じ人類の存続なのに、どうしてこんなに遠いんだろう。オリジナルを生かす世界と殺す世界、とても近くて遠いわね。アルビオールの浮力機関が凍りついてしまったんです。今ネフリーさんの協力で修理をしていますが、一晩はかかってしまうかと。そうか、イオンを休ませたらすぐにでも出発しようと思ってたけど。無理なものは仕方がないさ。そうよ、この時間を利用して明日の準備を整えましょう。敵はあのバン要衝です。ベルケンドでの殺気、正直言って脅威でした。なるべく万全の準備で臨みたい。じゃあ私はイオン様をネフリーさんに預けてくる。みんなはそれぞれ準備をしてて。では今日はこの場で解散して、おのおの準備を進めましょう。私が機体を完璧にしておきます。皆さんはゆっくり休んでください。疲れたら各自で宿に向かいましょう。それでは。ご主人様、僕は明日何をしたらいいですの？お前、バンさんの顔に火を吹くですな？それとも
いつもみたいに道具袋の中に隠れてていいよ。そうですの？それじゃあ僕役に立たないですの？十分立ってるよ。お前ムカつくけど和む。ご主人様が褒めてくれたですの。訂正、やっぱちょっとうざくてムカつく。